どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということでドラゴンクエスト7実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ということでね、バリバリの寝起きということでちょっとね、鼻風邪がですね、なかなか治らなくてですね、昨日はですね、動画一本も撮れずにということで鼻の奥が痛いしで、ちょっとね、体もちょっとだるくてですね、もう一日ね、がっつり寝てたんですけど、まあなんとかこうちょっと体調も戻りましたので、ちょっとね、撮っていきたいなと思います。まあ休めよって思う方もいると思いますけどね、僕がね、ちょっとセブンちょっと結構ねハマってきたんでねこうやりたいっていうのもあるんでね、早速やっていきましょう。でですね、動画外でですね、ちょっと装備がもうちょっときつかったんですよ。やばかったんで、じゃ装備だけちょっと揃えましたと。いやーやばいね。何がやばいって、お金が全然たまらんっていうことでちょっとなんとかね、2時間ぐらいやってるような気がするんですけど、まあなんとかね、鎧をね、もう一個あるんですよ。鱗の鎧だったかな、あったんで買おうかなと思ってて、4450だったかなと思ったんですけど、あ、そろそろ次の町が出てくるから、もしかして次の町で買えるのかななんて思うんで、まあちょっとお金使わずに。でレベルもね、10になったんですけど、あのね、8になって、8かな、8でルーラー覚えました。でね、マリベルもね、リレミと覚えたんで、わ、なんかちょっとこう、ダンジョンもちょっと行きやすくなったな。で、レベル上げたところはあそこですね、火山のところのあの、ほら、回復できるとこあるでしょ。あそこでずっとこう行ったり来たりを、2時間ぐらいやったのかな、ちょっと、わがテレビ見ながらと思いますけども、あんな感じでやってました。ということで、前回の続きからやっていきましょう。んでもって、あの、ちっちゃい街だね、あそこが気になってさ、もう、あれ、ちょっと待った。え、こっちだったっけな。あれ、ちげえな。あれ、こっち下か。あれ、何色だったっけ？これ違うか。あ、でも、石板さ、緑色の持ってんだよね。緑にもあるか、緑のとこも行けると思うんだけど、まあ、一回ちょっと、あそこの、ここか。ここちょっと。これちっちゃ。ちっちゃい。ちっちゃい。ちっちゃかったよね。何なんだろうね。まあ、あそこでちょっと、装備をまた変えるんだったら、またちょっとお金貯めて、火山敵がね、ちょっと強めなんすよ、正直。強めの割には金全然落とさねえっていう。17ゴールドとか。あ、やばい、なんで戻るかな。はい、ということでね、横行かなきゃダメなんね。上に行ったらダメなんね。ちょっと、さあ行きましょう。ちっちゃえな、ここ。さあ、なんだ、うなー、なんか石像なってるよ。またこのパティンか。凍らせられた6の次は今度石像になってる。またあれか、魔王かなんかにやられてんのか。長い間外に置かれてるのに、うわー、石像ボロボロの姿で立っている。いや、結構長いってこと？看板なんだ。縦蓋を読んだ。ダイアラックへようこそと書かれている。ダイアラック。あー、カールおじさんまで。なんだこれ。石像調べた。台座に水神の像と書かれてる。水神の像。水神の像。あ、なんか俺、後ろ青い。かか、なんもねえな。動きはしない。わからん。こういうのは、わかんないんだよね。ないか。何もねえな。キーワーは石像を調べて長い間外に置かれている。ねえ、青い。あたしもこんなこと言いたくないんだけどさ、これってももしかしたら本当の人間が石になっているって考えるは普通よね。そうだよね。間違いないよね。この後、BGM、なんか切ないけどメロディーいいね、これね。キーは石像を調べた神父の形で姿をした男が石と化している。いやー、ちょっとこれ長そうだな。最近なんかなったってわけではないのか。あー、一緒だ一緒だ。なんか入ってみる。あ、なんかいる。なんだろう、と、ま、突然なんかなんだあれ、ベロ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 ってなんかなんかパッて目開いてるの。なんだこれ。目印と書かれている。なんだ、目印と書かれている。なんだ、中年のとこが一緒だ。マジか。ここ何なんだこれ。またあれか、魔物に。魔物は間違いないよね。魔物は間違いないよね。あ、ベッドがある。あ、寝てみようか。あ、なんもねえや。なんもねえや。さあ、本が書いてある。おるね。あ、ないな。なんでしょうか。なんかあんのかな。なんか、あ、これ一緒か。一応あれか、全員調べた方がいいのかな。なんだこれ、また、魔物になんかされたことは、まあまあ、違う。しかもさ、
されたタイミングがほら家入ろうとかしてるじゃん。だからいきなり、あ、ちょ待った待って、なんかん、これなんだこれ、一番上に穴が開いてない？ちょ待って、今なんかちょっと待って、なんか奥になんかいなかった人、気のせいか。あ、いた、なんだ、なんかいるぞ。ちょ待って、まあいいや、調べて、全部調べるよ。まずは何にもござらん、上の壺は割れない。なんだここ、なんなんだここ、何もない。さあ、布の服を見つけた。さすがに、いや、どうなんだこれ、本もないね。まあ、どんだけ経ってる。世界の雨乞いと書かれた本がある。中に雨を降らせるために様々な方法が書かれていた。だって、これなんだこの町、あのじいさんとこ行きたいんだけど、どこから行くんだ。まあ、一回行ってみっか。なんだおじいさん、またんんんびっくりなく、おお、なんと珍しい、このようなところに旅の方とは。目は衰えておりますが、わかりますが、どうやらさぞ名のある方のようですな。なんでこれじいさんだけ来てるんだろう。しかし、この荒れ果てた地に一体何の御用で参られましたか。実は僕たちもまだわからないことが多いんですが。だからキーファってさ、結構喋り始めたら結構まともだよね。ちゃんとした王子っぽいよね。そういうとこちょっと好感度上がるわ、そういうの。キーファたちはこれまでの旅の行き先を老人に話した。なんと、では時を超えて失われた世界を再び元の世界にも。いや、もうこのセリフが好きだわ。かっこいいね、かっこいいね。時を超えて失われた世界をと、再び元の姿に。いや、すごいね、これすごいね。しかし、この町のことは お忘れになってください。今ではすでに遅すぎたようで。あ、ほんと、いや、一日がっつりさ、寝てからさ、あ、なんかすっげえ、なんかちょっと頭がすっきりしてる。ほんと、今ではすでに遅すぎたようです。ご覧になったと思いますが、この町の人間は全て石となっております。そして、こう、恐ろしい呪いを解く方法はもはや一つも残されてはいないのです。ってことに、魔法、その、なんだろうな、まあ、魔物がやったことには、まあ間違いないわけじゃん。私はここに座ったまま、この町の最後を見定めるつもりゆえ、さあ、あなたたちの旅に向かわれなさい。これなんか、うん、ちょ、どうしたどうしたどうした。お、そうじゃ、旅の方しばし待たれよ。戻るんかい。今後もまだ旅を続ける、うん、続けなさるおつもりなら、これを持っていかれるがよい。キラキラ、うん、光る小瓶を手に入れた。あ、瓶来た。これ瓶ってあれじゃねえのか、違うのかな。天使の涙といって石にされた人々の呪いを解くといわれ、伝説の、あ、ならば、なぜ私がその薬を使わないのかと思われるでしょう。はい、思いますよ。間違いないですね。見ているこの町の石像は長年、ん？長年風にさらされ、見る影もなく、朽ち果てております。この状況になっては天使の涙はもはや効かないのです。もっと戻せないってこと？私がもっと早くその薬を手に入れれば、町の者は私を恨んでいることでしょう。事実、夜になると。今の夜になると、夜に、これ夜になる、なんかあんの。旅の方、この村は今も暗いですが、夜にはさらに周りが暗くなります。もしもこの村で宿に着くなら、くれぐれも夜は外に出ないこと。フラグだ。足止めして失礼した。今度こそ行かれるがよい。なんだ、夜か、フラグじゃない夜は気をつけろっつってるよね。なんかあんのかな、ちょっと待って。でも寝たよね。ちょっと待って、中見てみよう。この小瓶ってあの子何にもない。ちょっとその飛躍とやらを見せてもらおうぜ。飛躍を、天使の涙、何使うんだろう。必要な時に使おう。何もないね。ちょっと大事なものだからいいか。なんだろう、天使の涙。でも天使の涙なんだ、小瓶じゃねえのか。瓶でもあればっていうフラグ何やったんやろか。これどうしたらいいんだろう。あ、まだ壺割ってねえな。これ何、このレロレロレロって目印って書いてあるんだけど、なんだろう。もう一回止まる、でも止まったけどな。もう一回止まればいいのか。はい、っとあった、10ゴールド。なんだ、装備ちょっと、それこれ入れねえしだからこの感じ、家の中に入ろうとして突然石化させられたってことでしょ。まあ間違いないよね。まあ魔物だよね。さあ、この町に何があったんだろうか。どれぐらいの月日が経ってるのかもわからないもんね。ほいっと。もう一回寝、さっき寝たよね。
あ、でも音楽が、あよ外から聞こえる、あ、悲しげな声に耳を覚ました。あ、起きた、さっきと違う、やっぱフラグか、やっぱ、お寝てんのか、グーグー、クークかわいいかわいいさあどうしたらいいんだ。あ、なんか、あ、なんかピカーって光ってない。石像を調べた、石とかしてるひどく、いや一緒か、ん、何かを語りかけてるように寂しげな光を放っている。あ、次第に強くなり始めた、だってあ、なんだなんだこれ。クレマンさん、今から買い出しですか。いつもの通り食料とこの手に持てる限りの水を買ってくるのです。そうですね、もう何年も雨乞いで雨が降ったことなどありませんからね。何、神様、私たちと見捨てたりしませんよ。今年こそきっと土砂降りになります。うふふ、そうだっていいですわ。これなんだろうね、生前の記憶っていうか、あれなのか、そう、石にされた時の話ってことかな。さあではそろそろ私も雨乞いの頃には戻りますので。このクレマンっていうのがキーパーソンかな。じゃあマロが出て初めてと聞きます。どうぞお気をつけてください。これがキーパーソンなのかな。これが何があったか、これでわかるってこと。救いたい。光を放たなくなった。カールおじさんも光ってるんで、みんな、あ、光ってる、みんな光ってる。あ、やっぱ一人一人聞くのか。長くなるぞこここのパート長くなりそうだな、これだけで。さあなんだ。失礼、珍しいですな、ミリーさんがこのような時に祈りにこなれるのは。ある人の、あ、うん、ある人の、ある人の旅の無事を祈りに参りました。そうですが、ミリーさん、その方の強い神のご加護のあらんことを。ありがとうございます。神様、どうかあの人クレマンのことをお守りくださいませ。あ、さっきのあれか。母さん、僕こそがミリーと結婚できますように。つまりクレマンは帰ってこないってのが一番都合がいいんですけどね。え、何、やだやだ、何これ、何ね、これドロドロだわ何なのこれ。そういうこと、誰かが祈ったとか、そういう話。さあ、幼女です、幼女、強くなり始めた。何かがわかるのか、全部聞くと。結構石像あったよ。どうした坊主。よし、うん、あとはこの辺にメモして、本の間にでも挟んでおけば完璧だ。あ、これさっきのやつか、あの変な落書き見て。あ、そうか、あ、落書きなんてしてる、いけないんだ。あ、バカ、大きな声出すなよ、だっていけないんだよ、うん、落書きしちゃいいんだよ、これは目印なんだから。またすごいのを発見したぜ、今度は前のよりすっごいぜ。前のってあの秘密基地のこと。あんなの大問題じゃないくらいすごい大発見なんだ。明日教えてやるから、雨乞い の時にうちに来いよ。遅れたら先に基地に、なんだ、秘密基地だって。これわざわざ言ってるってことは、これはなんか意味あんのかな。秘密の基地があるんだって。どこだ、町の中か外か。これわざわざ言うってことは、今カールおじさんなんか語りかけてる。さあ何でしょうか。あの後ろのあのでっかい石像の、あのばあちゃんの石像あるじゃん、後ろ姿が悲しすぎるだ。さて、いよいよ今年も雨乞いが始まるべ。そんなところで農家などしてるオラの将来は何とも暗いべ。あ、そうだね、雨が必要だ。あ、さっきの坊主じゃないの。あ、おじさんごめん後ろから気にしなくていいだよ、やられてるやないか。坊主どこ行った。子供の元気なうち、あっちの方に行ったな。秘密基地ってのが右の方にあるんじゃないか。だからでも本の間に挟、そうだね、だからなんかあんだろうな。ちょっと待って、ちょっと待った、こっちなんかあんじゃねえか。だからほら、こっちなんかあんじゃねえ、ほらありそうじゃない、なんかあ、なんかじいさんの場所が変わってる。なんかこっちにあんじゃねえか、その秘密基地って。まあ言ってもな、秘密基地だ、なんか前回の動画でもなんかこうまん丸ボタンっていうのなんかもらえんのかなと思ったけど、な、小さなメダルだったからなこれは絶対キーになるような話とは限らんな。次第に強くなり始めた。
本の間ってどっか本なんかあったっけな。今年もまた水が足りぬ。おかみいわ、おかむいわ、どっちだろうな。後世じゃどうかこの町に雨を お与えくだされ。雨を、雨雨言ってるね。お祈りご苦労様です。なぜ水神の像ではなくこの岩に祈るのですかな。水神は祖先人の作ったものじゃが、この岩は我らより、うん、我らより古くからこの地にあるからの。なるほど。しかしなぜこの岩はこのような場所にあるのでしょう。なんだろうね。ふえふえふえ、うん、岩がここにあるので、この岩に、あーなるほどね、ここに町を作ったってことでしょ。それじゃ何事も人から考えるのは私まだまだ未熟なようです。これ神父さんキーはキーパーソンなんかな、ちょっとわかんないけど。一応全員話を聞くか、聞かないとダメだもんね。今んとこ秘密基地がどうこうってね、女性が石と化している、長い間外に置かれてもいいか、あ、一緒だね。さあ聞いてみよう。次第に強くなり始めた。あ、あっちの家のお母さんだったのかな。おかしいわね、どこに行っちゃったのかしら。なんだろう、おっと、ねえ、ヨゼフくんいる？ヨゼフくん誰だ。レナちゃん、それがね、私も探してんだけどどこにもいないのよ。今日はあがまいが追い抜けた、家に行って手伝いをしなさいってあれほど言ったのに。あ、そうだ、もしかしたらひょっとしてあの子どこにいるか思いついたの。知らない、知らない。そうか、とにかくどこかであの子に会ったら家に帰るように伝えてくれる。うん、わかった、伝えておくね。これやっぱなんか何、そん秘密基地か行け、探せって言ってんのか。だから場所がわからんな。本と本の間にどうこうとは言ってたよね。本の間に挟んどくって言ってたけど、本ってあったっけ。本なら一箇所しかなかったよね。さあ来た。気のせいかなんだか水神様が微笑んでる気がするぞ。きっと今年は雨乞いがうまくいくに違いないな。車も買い出しに行ったし、うまく雨が降ったらその隙にミリーと一気に落ちかこな、ここの村の住人はちょっとあれだな、小作な小尺のやつが多いな。今から雨乞いの日が楽しみだぞ。これだけかい。いや違う、なんか呪ったの、誰かが、誰か呪ったのかな、呪いの神様に。でもでもなんかこれあれだったよね、目印っつってるね。目印って書かれてるよね。なんだろうな。はい、聞いてみよう。さ、その当時の日の出来事ってわかんのかな。さあ、いたいたいた、ねえねえ、一つ教えてくれる。あ、俺にわかることならな、この町で昔はどういう町だったか、お父さん知ってる。これじゃあどういう村町だったか、さあ聞いたことねえな。バーテン、ん、バーテンの旦那よ、あんたならこの、ん、何か知らないかい、この町の昔のことをよ。人に聞いただけですが、なんせこの辺りは以前は戦地だったらしいで、戦地なんだ。それで一度町が滅びて、私たちの先祖がここに集まってまた町を作ったとか。とにかくそんなわけで、時々地面の下から昔の道具なのが出ることがあるそうですよ。だってだとよ、しかしなんだってそんなことが興味があるんだ。ただなんとなく、いや、なんかあるんだな。変なガキだな、一体誰に似たんだか誰に、え、誰かにだけ似なきゃいいんですけどね。なんだなんだ、おいて、何、今何か言ったか。そういうことねいや何もないです。け、僕はもう遊びに行くね。雨乞いが始まる頃だし、あんまりちょろちょろしてるんじゃないぞって。やっぱこの男の子がこんだけ出てくるってことは、やっぱあれなのか、やっぱなんかあんのか、なんかあんのか。本棚、本棚がどうちゃらこうちゃら、はい、これ入ったっけ、さっき入ったよね。あ、バーテンだ。何も、必殺三角ボタン連打連打あった。なんだそのなんか目印のやつがちょっとよくわかんねえな。あの家に入る、あれはお父さんか、これ、はい、どうぞ。なんかあるのか、外なのかな、外か中かな。まあ、こんだけ秘密基地、秘密基地みたいな感じで言ってるから。あった、来た。雨乞いの日ぐらい少しお酒を抑えられたらどうですか。あ、何言ってんだ、酒の腕儲けてるやつにんなこと言われたけど、ごもっともですとにかく私もこれから雨乞いに参加するんです。ミサも閉めますから出てもらえますか。ち、わかったよ。え、こんだけ、お、やってやられてる、まったく毎年ご苦労なこった。あんなくだらねえおまじないでどうして雨が降るんだって。さ、これで、ん、
雨だ。すげえ、本当に雨が降ってきやがった。これで、なんだこの雨、やけに濁ってやがる。うわ、なんだか、体が、なんだ、うわー、冗談じゃねえ。体が石に。あ、これでなのか。おっか、ヨゼフ。なるほど。雨乞いをしたら、あ、完全に砕けちった。マジか。あ、今ちょっと鳥肌が立っちった。あ、ほんならここか？調べた。これか？あ、あった！メモあった！メモがあった！メモがあった！秘密の基地に続いてまたまた大発見。街にあんな場所があるなんて。お父さんがよく行く店の下の崖、僕の崖崖のすぐ近く、とんがった木の下が入り口だって。あ、なるほど！なんかあったぞ。いや、なんかちょっと、なんだ？なんだこれ、元戻せないのか、もしかして。いやー、なんかちょ待った、うーん、よかった、そこの、分かった、そこは知ってんだけど、木の入り口ね、分かった、そこはいいんだけど、ちょっと待って、行く前にもう一回ちょっと、砕け散ったって。俺さ、ちょっとさ、思ってたんだけど、もうちょっと過去に戻れんじゃねえかなと思ったの、なんかの方法で。やっぱ無理なのか。親のための方でまだここにおられましたか。ならばご覧になってしまわれた通り、石像たちは光る姿は、あの石像たちの おそらく私を恨み、ああして私を光を放っているのです。この町のことは少しだけお話ししましょう。今からもう50年以上の昔のことです。この辺りは古くから雨が少なく、そのため年に一度村人皆で町人皆で雨乞いを行っていたのです。その日の雨乞いの日、私遠く離れた町まで一人で買い出しに行きました。世界あるのかな。ちっちゃいぞ、この帰り道。遠目に見えるこの町が深い紫の、いや、なんかドラクエってさ、紫色ってあれだよね。絶対ちょっとやばいよ、色だよね。町に激しい雨が降っていました。ひどく濁った灰色の雨が灰色のすぐに上がり、私はここに着いた時に、うわー、町の人々も今のご覧のありさまでした。町の人は元の方に戻りたいとさとねだったことでしょう。可能な私もそうしたかった。しかし私はこの町人 の願いを叶えてはやれなかったのです。いっそ私、自らも石になり、ここで朽ち果ててしまいたいと今はただそう思うばかりです。え、これだけ？ここ救えないの、この町。わかんない。まあ、わかんない。ちょ、待った。まあまあまあ、これ過去なんだよね。過去だよね。過去だから、現代がどうなっていくか。なんだ、木の入り口。あった。暗くてよく見えなかった。暗くてよく見えなかったってどういうことじゃ。あ、一回、あれか、今夜だからか。え、なんかあんのか？まだ響いてるって聞いてない人いる？あ、いるね、この人だ。聞いてないわ。悲しいな、ここ遅いな。あ、帰ってきた。ごめん、遅くなったね。それはいいの。それでどうするか決めたの？これ何なのじゃね。やっぱり買い出しには今年も僕が行こうって決めた。あのじいさんじゃん、これ。そんな今、外には守りいいのよ。あなたにもしものことがあったら。自分たちで野菜も作れない、こんな貧しい町だから。どんなに危険でも、どうせ誰かが買い出しには。ってことだよね。このクレマンっていうのがあのじいさんってことだ。だったら、他の人間より少しも戦えれば僕が行くべきだろ。違うかい？それはよくわかるわ。わかるけど、それでももう一つ決めたんだ。この買い出しが済んだら僕たちの結婚を町のみんなに報告しようと。どうだい？これなんだろう、誰かが呪ったとかないよね。もしそうと決まれば僕のことは心配いらない。必ず無事に戻ってくる。分かった、とにかく気をつけて。雨乞いの頃には戻ってくるよ。やん。それじゃ行ってくる。無事に戻ってきてね。これ家の中に行ったら石にならなかったってことなのかな。待った、あのじいさん、やべ、動けなくなった。マジか。なんかちょっと待って、嘘だろ。あ、起きた。あぶねえ。あぶねえ。怖っ。
私の名前ですが、私の名はクレマンと言いますね。なるほどね。もう何十年も人にその名を呼ばれたことありませんが。危なっ、なんかよく固まったっていうか、はまったぞ。これで全部話したかな。あ、休みますか、ほんだ。最後も聞かなきゃいけないんだね。まあ、ただこの街がどうなってんのかちょっと知りたいよね。あ、出てきた。暗くてよく見えないって言ってたから、全然一緒やないか。調べた。見つけた。さあ、何でしょうか、どんなとこだ。ほい。あ、なんかある。あ、下に、なんか、綺麗よ。あ、なんだこれ。あ、もうなんか、普通に。なんか綺麗よ。すっげえ綺麗じゃない、絵が描かれている。何の絵だろう。こういうのになんかちょっとしたヒントとかないか。普通の絵か。敵は出な、あー、敵出るな、これ。出そうじゃない。あれ、どこだここ。あー、なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。なんだ今。なんだこれ。そう、確かに上になんか黒いのがあったことは分かっていたんだ。なんだこれ。あ、ん、なんかか、なんかあるぞ。もともとあれだったのかな、これ。なんか湖とかだったのかな。その2、秘密基地その2と書かれている。あ、ん、5ゴールド、これだけか。薬草見つけた。秘密基地その2、秘密基地その2って書かれてるだけだって。必殺連打。え、何もないよ。ん、え、何もないのこれ。これで終わり。ん、あ、これだけだったってこと。え、さっきのあっちなのかな。これで終わりかい。これで終わり。そんなことある。あ、これで終わり。あ、じいさんあっち行っちゃった。あ、降りれない。これだけなのか。なんかさ、ぐるぐる回ってきたら何でもないから帰ろうかなと思ったんだけど。あ、なんかじいさんなんか言ってんな。天使の涙は空気に溶けてゆっくりと落ちていくものだとか。これどういうことなのか。例えば高いところが。なるほど。いや、まだ無駄な話でした。さ、わかったぞ。わかった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 。なんもねえなって思って今帰ろうと思ったんだけど。なるほど。わかったぞ。なるほど。じいさんナイスだ。よくわかった。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。帰るとこだったぞ。なるほどね。危な。いや、なんもないからなんもねえんだなと思って。なるほど。だからあそこに行けんのか。いや、危なかった。ちょっと危なかったな。なるほど。これわかんねえ。いや、もう絶対ヒントなかったらこんなとこで使うのは絶対わかんないし。あ、なるほどね。ここで使うのか。ほら。元戻んの？あ、戻った。あ、ん？あ！あれ？子供が出てきた。子供出てきたんだけど。え？子供出てきたぞ、子供。あいつだ、なんでだ。あれ、何年生きて、え？あいつ何歳ねんだ。ちょっと、あ、おい、出てきたぞ、まさかの生存者。まさかの生存者が、まさかの生存者が、まさかの生存者が、お、出てきたぞ。お、子供出てきたぞ。お、どうしたんや。お兄ちゃんたち誰？僕らヨセフね、お兄ちゃんどこかで町のみんなを見なかった。うわぁ、みんな石にされてるけど、おかしい。さっきまで雨乞いの人たちがワイワイ盛り上がっていたのに。何があったのかな。お兄ちゃん何かして、いや、話していいのかな。話すしかないか。え、このみんな石になってそれから50年が過ぎてるだって。お兄ちゃん冗談言うな。もっと本当っぽいことを言ってよ。本当に誰もいない感じだな。お兄ちゃんたちもちょっと手伝ってよ。
あ、なんかヨゼフ君が可愛いだけ、ヨゼフ君が仲間になったよ。こ、なんかそこの子、あ、なんか、なんかもう一個、なんか出てきたね。あ、なんかあった。秘密基地その1だって、こっちは。あ、不純、石板出た。石板出てきた。石板が出てきた。とにかく絶対石板は絡んでくんのか。石板絡ん、いや、参ったな。レナにそっくりだね。ひょっとしてこれってお兄さんたちが作ったの違うんだ。そうじゃないんだ。ほいっと。さあ来た。食べ方はどうやら先ほどの天使の涙を使われたようですね。かすかにそんな香りがしました。それはそうと何やら急に周りが明るくなったような気がします。じいさん、わしの目もいよいよおかしくなってしまったのかもしれませんな。そのおじいちゃん誰？一体、はい、はいと言えだけじゃ語れねえわ。答えでもええ、その声、その姿、確かに見覚えがあるぞ。確か、酔いどれ議員のせがれ、それは確か、ヨゼフと言ったな。そうだよ。いや、なんかちょっとは救われた感じがしない。お前って今までどこにおったんじゃ、本当だわ。地下の秘密基地だよ。それと今まで風にさらされず、あ、なるほど。姿は無事なままだったのか、たぶんか、奇跡だ。町や町やまだ死んでなんとおらんかったのだ。これもあんたたちのおかげじゃ、あんたらが諦めずに天使の涙を使ってくれたから。心から礼を言わ、いやー、今日、この年より今日ほど嬉しい日はありませんぞ。いやー、旅の方ともに新しい町の命を祝ってくだされ。新しい希望を手にした老人の顔は、みるみるうちに生気を取り戻した。町の人は、今はもういない。少年もやがてそのことを、真実を受け止め始めた。未来がどうなってんだろうね。老人は自分がヨゼフの引き取りたいと申し出た。ヨゼフはもう老人、うん、ヨゼフもすぐに老人に打ち解けたようだった。そして夜が明けた。大丈夫だよね。夜が明けるほど怖いもないからね。これどうなってんだろうね。全く皆さんに何と礼を言っていいやら言葉が見当たりませんな。ちょっとごめん、強引に皆さんが行かれたら私たちも後からすぐに旅に出ようと思っております。灰色の雨という存在を知らずに生きる者にその恐怖を与え、ん、伝えて歩くのです。それによって尊い命が一つでも救われるなら私の人生にも意味があったと思いましょう。そして灰色の雨の語り部として旅をしながらできることならこっちの町の人々の元に戻す方法も探していくつもりです。この地に人はいなくなりますが町の命と、ん、場所を守ることでことではないでしょうか。なるほどね。私のヨゼが生きていれば同じように町の犬も生き続けるんだと思うのです。これで終わりでいいのかな。お兄ちゃんたちいくつも、いくつくまでの本当に兄ちゃんたちについていってあげてもよかったんだけど、それじゃおじいちゃんが寂しいだろうし、何より僕もみんな元に戻したいしね。そういうことだから、これどうなんだろうね。未来の町がどうなってるのかちょっと楽しみだね。そういうことだから そっちも寂しいだろうけどあんまり悪くもなんだろうこの勝手に振られた感おい、なんで勝手に振られてんだよ。これ戻っていいのかな。これでこれで終わりってことかな。さあということでですね、いやなんかちょっとこの街のこう出来事があってよかったね。一人だけ生きてたってことで、まあ石板も手に入れたんで、ちょっとね現代、ちょ待った、マップ見てみよう。ああで、ある、今度下にある下に増えてる。ちょっと行ってみよう、これ終わったら。さあ、ということで今回は終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方もお願いしますね。それでは皆さん、バイバイ。